博士、伝説のミュウ見ました。一匹の黒髪生物に気づかれて、ドカリオも凶相にされました。ミュウだって？この世にミュウに対抗できるぞ。予想以上に厄介だな。これからも今回はお世話になった。トレーナー様、カプセル開けてレジェンドを入手しましょう。カプセル開けて無料で装備、あるいは装備作業を獲得できますよ。入手できました。カバンの中でチェックしましょう。装備できたら、とてもマスターは相当強くなりましたね。夢を実現できましょう。これは何でしょうか。なんだかんだと答えてあげるが、世の情け。世界の破壊を。ラブリモサシ、小次郎、銀河をかける、ホワイトホ、さっきはポケモンの拉致集団を発見して、何かあったらぜひシュンサーさんに連絡くださいよ。何？ポケモン拉致集団？まさかこの前ロケット団の自称された人たちですか？分かりました。あ、そうだ、最近はポケモンの戦力を上げるゆえ、できたら取りに行ってね。私の捜査に協力してほしいのだが。
チシュートは基地に進出だ。今さら遅いじゃん。うちの強さ見せ。
3人のトレーナーがサイホンのところに踏み込んだため、私の夢はポケモンモンスターになることです。マサラタウンへの礼として、ポケモンガーデンに一匹のポケモンを取り、あなたもポケモン連盟大会に参加。どうも、タバタンの旅。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。調子乗んでんじゃないわよ。勝利バッジを手に入れたら、ああ、そうですか。頑張ります。